14日目切手の好取組は東の正横綱若乃花、現代の角界をしょって立つ人気を二分いたします若乃花朝志を横綱大関の白尾の一戦でやります。行司は式守伊之助。立ち合い激しく当たりました若乃花、両手を押し出しました、右手を引きました、一瞬一歩で右から上手投げ、物の見事に決まりました。若乃花の勝ちであります。若乃花ついにこの一番に勝ちまして優勝を決定。彼横綱として3度目力士生活におきまして5度目の優勝を決定した瞬間であります。